レギュラーメンバーは、日本中央競馬界に登録されていた、競争馬。2000年代初頭のダートグレード競争路線で、活躍した馬で、主な価値案に2000年のダービーグランプリ、2001年の第1回 JBC クラシックなどがある。2001年には、ドバイワールドカップへの国外遠征も経験した。引退後は、種ボバとなっている。祖母にロジータ、叔父に、イブキガバメント。 加熱フルーブラがいる。競争馬時代の主戦騎手は、現長教師の松永みきお。イカ特技のない限り、バレーは、すべて、現年齢表記で統一する。競争馬としてのデビューは3歳を迎えた2000年2月5日の、京都競馬場での新馬戦で、単勝2.7倍の一番人気に、支持されると、後の主戦騎手となる、松永みきお安城のもと。 二着以下に大差をつけて、初勝利を飾った。その勢いで、同月26日に行われた芝の重賞、アーリントンカップに挑戦するが、5番人気の指示を受けながらも最下位に沈み、また続く、自己条件の雪柳賞でも9着に終わった。しかし、再び、デビュー戦以来のダート戦となった、人調下賞では、断然の一番人気指示に応えて解消し、 続く、単語ステークスでもやはり一番人気支持の下で、連勝を飾った。以後、レギュラーメンバーは、ダート路線を進んでいくことになるが、翌戦の昇竜ステークスでは豪着、初のダート重賞戦となった名古屋優勝では、アグネスデジタルや、三ツサイレンスらを抑えての一番人気に、支持されるが六着に敗れている。その後、休養を挟み、秋の初戦に迎えた。 ユニコーンステークスでも再び、アグネスデジタルと対戦し、5着に敗れている。続くエニフステークスでも2着に敗れたが、11月3日に、迎えたダービーグランプリでは、マイネル・ブライアンや、マイネル・コンバット、ウィン・マーベラス、ミツアキ・サイレンスらを相手にしながら逃げる戦術を取り、最終的には2着に大差をつけてゴールする圧勝で、GI 競争初勝利を挙げた。 続くジャパンカップダートでは、ウィングアローの10着と大敗。年末の東京大賞展では、ファストフレンドに一馬新半差の2着に敗れるが、翌年初戦に迎えた川崎記念では、そのファストフレンドを半馬身抑えて優勝、GI2 勝目を挙げた。3月、レギュラーメンバーは、トゥザビクトリーと共にドバイワールドカップに、日本代表として参戦した。 本番ではそのトゥザビクトリーが、カチウマ、キャプテンスティーブから、花さの2着に食い込んで話題になった一方で、レギュラーメンバーは12頭立ての9着と見せ場なく、終わった。帰国後の初戦は7月のマリーンステークスで3着、続く、ブリーダーズゴールドカップも3着であったが、10月31日に、迎えた第1回の JBC クラシックでは3歳。 自以来の一番人気に押され、ノボトゥルーや、ハギのハイグレードなどを相手にしながらも、最後には、マキバスナイパーの追撃を、首さ逃げ切って、優勝を果たした。しかし翌戦のジャパンカップダートでは、黒船の圧勝から遠く14着と惨敗を喫し、以後休養に入った。休養は長引き、レギュラーメンバーが、再び競争に復帰したのは、 1> 約1年2ヶ月後の2003年1月であった。しかし復帰戦の平安ステークスでは7着、続く、フェブラリーステークスでは、ブービー15着、その後も2桁着順が続くなど不振を極めた。そして大沼ステークスで8着に敗れたのを最後に、6月26日付で競争場登録を抹消され、引退することとなった。引退翌年の2004年春から、 優秀スタリオンステーションで種ボバとなり49頭に種付けを行った。あとの2008年12月16日に青森県の山内牧場に移動した。2005年に誕生したファーストクロップのうち32頭が決闘登録された。2007年7月16日に福山競馬場で爆心スターが勝利し、これが3区の地方競馬。 中央競馬通じての初勝利となった。また、10月24日には、名古屋競馬場で行われた、ゴールドウィング賞を3区のイーストミーが制し、初年度3区にして、地方、中央通じての重賞初勝利を挙げている。腰を痛めたことが原因で、2012年限りで、種ボバを引退した。その後は、 コ老馬ウマツ展寺事業の女性を受けて、2017年7月に死亡するまで、青森県の山内牧場で余生を過ごした。ダービーグランプリでの勝利は、安城の松永美き夫にとって、初のダートの GI 級競争勝利、ボバでの GI 級競争勝利となった。ありがとうございます。